はい。それでは皆さんの YouTuber 券2-4、4始めます。はい。もう、鳩ってことで、ありがとう。鳩。鳩。もう、鳩としか言いようがない、これも。ありがとうございます。鳩。よー、来た、これ。ワスナ鳩2着。はい。もう、もう、おー、おー、言うてた、一人で。おー、ええで、ええで、言うてた、これ。もうね。 スタートした瞬間ね、もう抜群やったしね、もう全然、もう前目つけて、もう自信ありますよ、ここは。ここですか言うてたら多分これ。うわぁ、すごいです。加藤さんと一年ぶり、あ、この舞台してません私言うてめっちゃ喜んでるのもん、うま多分これ。もう、最後直線。もうなんのその、もう、あやわあや勝つかと思った、これ、うん。で、これまた2着ってのがいいね。はい。 もう昇級戦と500万やったらね、芝2200メートルやったら何クラーかまだあると思うんで。まあちょっと今年,の今年の冬はね、もう出てこんでいいんですけど、まだ、あ、出たら人気出るんで。うん。また忘れた頃ですね。え、来年またね、適当なとこ、京都、阪神、東京、中山、思う存分をはして惨敗してもらって、またこの時期来年会いましょう。500万やったら、チャンスでしょうね。勝ち切らんとこがよかった。うん。おめでとうちょうどいいよ着、2着うまいわ、これ。 はい。ということで、まあ、さかの、しかも3.6倍。あえてちょっとあれで3.6倍ついたんで、46,800円。ありがとうございました。はい。えー、ただですね、えー、次行く前にですね、ちょっとお願いがありまして、すいません。えーとですね、えー、ちょっとまあ4万、あ、すいません。4 8,600円になってるけど、4 6,800円の間違いですよ多分。すいません。表記間違えてます。はい。で、えー、ちょっとね、4 6,800円ですかね。えー、それ行こうと思ったんですけど、ちょっとね、ちょっと、 とすいません。ちょっと、ちょっとキャッシュバック欲しいんで、ちょっとすいませんね。ここちょっと、えー、2倍以上副賞ついた場合ですね。えー、全コロじゃなくてね、ちょっと控えさせて転がしてくださいってことでお願いします。ちょっとね、まともに行ってこれ結局なくなったらほんま全くなんかもう、個人的に財布寂しいんで。はい。すいません。お願いします。ただ、最低2倍は転がしますんで、えー、今回の場合、えっ、ー、と、300なんか LINE 来たぞ。ちょっと待って。LINE 待て。待ってください。LINE 待ってください。はい。えー、今回ね、 えー、1万3000円の、えー、3.6倍で、まあ4万6800円ついたんですけど、えー、ということで、最大2倍以上ってことで、まあ2万6000円以上は転がしますと。うん。はい。すいませんけど、ちょっとこれだけお願いしておきます。はい。ちびりました。完全にちびってますけど。はい。で、一応まあ2万6000円でもいいんですけど、まあちょっとね、ちょっとね、切りよく、えー、こちらでスタートしますわ。はい。3万円で今回いかさせてもらいます。ちょっとね、明日ね、 え、までもないし、応援とかズでもとかないんで、しかも中途半端な予想なんですけど、うん、ちょっとどうかなって部分あるんですけど、ちょっと行ってみますわ。そうはんちょっとまだ未だに不安なんですけどね。行きましょうレッチャーゴーはい、えー、それでは出走表、一等。 副賞いきましょう。えー、その前に今日の再来ですね。鳩ですね。鳩ありがとうございました。なんですけど、えー、ちょっとね、軽い時期が起こりました。軽く紹介します。えー、とね、この舞台ね、開幕週で外枠でもね、えー、悪くないよって紹介したんですけど。で、まあ、打つと,と関係なくね、印、えー、一応ね、あの後、えー、副賞1万3000円買った後で、えー、印付け取ったんですね。ファースナーと魔法目ではと思ってるんで、アルカサルとかね、いろいろっとっ でえー、っとここですね外枠でもよとアドマイラージョラスここね、えー、中距離得意ってチャンピオンズカップでもよいした藤井煌太さん、えー、シルシュと言ってうんでダノンスターズの思い切って黒三角打ってね、えー、ここ暗情極んでたんですけど、えー、勝手に勝負レースでね えー、確かその前のレース、えー、中級8レースでね、Q1 できたんで、1着ね。はい。で、それまでもね、この6レース、7レースね、えー、馬券結構絡んでてね、うわ、今日目障りやなと思って、ちょっとい言い方してるんですけど、うわ、Q1 でるわ、今日と思って。あー、じゃあ今日9レースね、もしかしたらこれ、一発あるぞと思って。うん。 一応黒三角打ってたんですねでこの馬えー、と一応中京離2200初めてなんですけど一応上がり使えてるんでちょっと足回しててまあ一応実績ないって言ったら嘘ですけどまあここで一応7着やったんですけどまあそれでもねもう一回水谷使ったチャンスあるんかなと思ってうんね極む三強調子いいしと思って一応思い切って黒三角冗談マジで打ったんですねはいでただですねちょっと中山の、えー、その前の急レースですかねえー、それちょっと見入ってしまってレースちょっと見入りすぎて えー、出走確保10分しかなかったんで、投票間に合わなかったんですね。後藤白州正確打ったのに。はい。で、レース見て、あー、鳩来たわ、と思ってね。いや、鳩来たもいいんやけど。すいませんうふー,ー、まさかの後藤決着すいません <laughs> これはすいません、やった。これ頭痛かった、終わった後。うわ、ジョラス、ジュラスと鳩の戦いや、と思って。おーおーと思って。三着誰歩かされやったら、まあまあ、ちょっと安いからよ、と思っててんけどね。まさかのダノンスターズ三着。やりすぎ、これ。これ怒った、これ。いや、鳩はええけどさ。いや、鳩はい、おーお、思ったで、ね。それオッケー思ったけどさ。ちょ、これあかんねん。こんなんやったらあかんでこんなことやったらね。知りませんよ、もう。何がこれ知らん、これ。やっ これ何しておいおいすいません、ここ12時半からにできなかったんですか、出走。おいおい実感ないんやって、ここ。おいおいおいすいません、もうここは、早いんやって、この、なんでこの10分しかないんかな、これ。 お,おい、ちょっと、キングズバリュー、じゃ、ジェネラルウロ見にりすぎた、これ。しかも、思い切ってなんかね、クラディブルとか思いっきりシルシューってで、結局人気決着やって安かったんですけど。お,おいお,おい、ここ抑えなあれら黒三角三頭だけ三連複こうたパン入ったやつや、これ。分かっとろ、そんなもん。分かっとるんじゃ。キングズバリュー四着じゃれ。かっとんじゃ。三連複こう、黒三角三頭で、君、見事に決まった誰かとうございますゃったんやけどね。お,おいそこで拍して終わりちゃうかと、これ。 もう、今回しとこうも、あかん。これ以上言ったと頭痛いれお,お腹痛いこれ。やめとこう。はい。ということで、冗談はさておき、明日のレースね、どこしようかなと思って。うん。えっ、ー、とね、中京考えてるんですね。えー、あれちょっと待ってくださいね。中京だと全8考えてるんですけど、ちょっとね、えー、チャンピオンズカップ覗くと2桁ですか。えー、見てたんですけどね、ちょっとパッとするもおらんかったんで。 はいちょっとやめときますんで中京2200も明日ないんでやめときます中京2000も面白いかなと思ったんですけどちょっと見てませんすいませんはいその前に目に飛び込んだのが中山ですねはい中山ちょっと今日面白いねえー、3連単100万馬券が2回出てます面白いなと思ってダートしようかなと思ったんですけどうーんちょっとね一連攻めた方が結構ダート面白かったんですけどまあおそらくこの圧倒的人気ソング・オブ・イヤーとかなんか硬いのおるしなんかおもんないなと思ってうん で、注目したんがこちらのレースですね。中山の芝1200メートルです。はい、えー。ここね、スタートした瞬間、えー、も下り坂で、最後上り坂ちょっとあるんですけど、あんまりへばらんと、 意外と、へば、ま、ヘバるはへばるんでしょうけども、ま、ああいったのは決まるレースですね。もう2歳未処理なんで、ほんまもう用意度の競争なんで、そんなね、追い込みとかそんな駆け引きもなんもないと思ってるんで、基本はね、基本はですよ。はい。で、そうなった時に、まあ、基本内枠有利でよく言いますね、中山や開幕週ね、1200円しね。うん。で、ミントグリーンとかでもいいかなと思ったんですけどね。暗示は染みってるんですね、これ。まあ、染みてても別にいいんですけど、うん。 ね、中山一回来てるんでね、ここね。まあいいかなと思ったんですけど、やっぱね、ここ中山乗り慣れてる大野さんとかの方がいいなぁと思ってね、ここやっぱりね、中京にみんな、えー、ポイントとして行ってまおうんで、安城乗り換えが非常に激しい。うん。非常にハゲハゲしてる、これ。うん。激しすぎる。はい。ね、大野拓也さんサンドトール乗りに行くんで、えー、趣味のしかいません。趣味さんしかいませんと。はい。で、ここちょっとほんまに、えー、ね、ちょっと安城がね、えー、有力な安城がいないと。はい。 ということで、今回、星マーク打ったんがですね、松岡雅美さんにもチャンスここやったらあるぞってことで。はい。やびチーターでいきます。うん。キングドンドルマでもいいと思ったんですけど、キングドンドルマ紡ってる方でもいいかなと思ったんですけど、えー、この方あれですね、確か前回なんか、軽く紹介してなんかここパン開いたやつですね。確かね、ここね、うん。なんかそんなやった気する。 はい。そんなやつ、キームしますわ。確か、ベルッド・キング本名って言った気がします。ありがとうございました。はい。では、キング・ドン・ドルマね、前奏強かった内容で、えーとね、福島は中山よくリンクするって言ってたんで、うん。ここね、前奏花をバッと2着、ね、カチウマに、えー、花坂なんか、そんなやつったんで、全然いい決着やったんですけど、うん。このままでもいいかなーと思って、中山一回、ま、マイル程度も走ってるんで、このまでいいんかなーと思ったんですけど、うん。こういうね、鉄板的なのは、万が一何が起きるかわからんからやめとこうと思って、 うんまあ、完全ひねくれてるんですけどおおひねくれしてるんですけど、えー、今回みやびチーターで活かしてもらいますはい、えー、ただねこの馬こそねハーテナですねえー、っとね千葉0005全く馬券絡んだことないんですけどこの人気うん歯おかしいねうん他のねミントグリーンとかねさっき言った通りちょっと馬券絡んだりとかしてるんで人気あるの分かるんですけどはいやっぱりねこのみやびチーターさんハ、えーテナですよね多分おそらくハーテナだと思ってますはい まあ多分ね人気上がってる理由はやっぱりね、えー、前走もそうだったんですけど、えー、ここのね唯一馬券絡みそうやったこの福島戦に中山リンク通しそうなので福島戦にうんここねはい、えー、行き足つかず4着やったんですけどスタートちょっと良くなかったんですけどやっぱりねこの、えー、それでもね最後上がりしっかり意味やかな上がり30分台、うん、意味やかな早い上がり使って一応4着まあちょっと 上と着差出遅れてもあ,りますあ,りあるんですけど、うん、ただですね、ここの上3とね、えー、この後結構前進してます。ベルトキングに限っては、この後ね、えー、さっき言った通り2着やったんで。うん、で、ビリーも確かこの後、えー、勝ち上がってたはずなんで。うん、上位3とに対して、えー、出遅れながらもこのアースとかって4着、うん。これは評価できたなと思ってます。で、その後のね、ここのね、えー、新潟戦4とかね。 はい。もう中山のダートとかね。もうこの度外視ですよ。こんな走ってるとこちゃうんですよ。はい。で、東京戦四、えー、松並さん祈り変わったんですけど、これも出遅れてもう参考外に近いです。で、えー、前走ね、スタート良かった、えー、前目粘って4着と。はい。で、ここ見てわかる通り、後ろからのぶっ刺した馬たちに、に対して、えー、唯一ね、えー、前目で粘って4着、うん。これはやっぱり強い競馬やったなと。ね。 東京線4と中山線に完全にコース形状真逆と言ってもいいんでねはいねもう下り坂からスタートして最後上りなんてで右左右回りに変わるしはい 1200m はい福島え1回押しくも4着来てるんでこの舞台全然え一変していいかなと思ってますはいでここえー、ここのスピード DM タイム DM か、えー、にも載ってます通おり、えー、ちょっとね私この、えー、新聞 ウトイに見てないんですけど、どうでしょうえー、何ですか競馬トとか何、何何あれ競馬ブックかとかの新聞。どうでしょうえー、スピード値、乗ってるんでしょうけど、えー、スピード値どうでしょうキングドンドルマと変わらんぐらい、あとはあれかなこのミントグリーンがな、この糸には、もしかしたら負けるかもしれないですけど、うん。この糸と変わらんぐらいのスピード値多分出てると思うんですよね。ここでもう74.2って出てるんで、まあ、これちょっとスピード値とちょっと若干差しちゃうと思うんですけど、うん。 多分やっぱりね、ここら辺の、えー、レベル見てる限り、ソーータイム結構、えー、で今回の出ると思うんで、うん、1分10秒前半ぐらい出てもおかしくないんで、まあ下手しい9秒、開幕者が後半出てもいいと思ってるんで、スピード値考えたらやっぱりね、このまま、えー、抜けてる、抜けてるは良い過ぎかな。でも、3着になるとあると思ってますわ。うん、いや、冗談抜きで。はい。前走いい系配だったんでね。うん。まあ、サミさん変わって3奏もいいと思ってます。はい。 で、えー、このまね、まあちょっと出遅れたりとか、ね、話を追ってないとか、舞台とか言ってたんですけど、えーとね、もうね、えー、もうここ5層走,走ってるんですけど、えー、最初のレースやったかな新馬戦、えー、藤田、藤田七子さん乗ってたんですけど、えー、うちはこの2番ですね。まあ場所ちゃうかったらね、やる気なくて出遅れるんですけど、やっぱりね、最初の新馬戦やったんですけど、白棒の2番。 もう抜群のースタートですよね。もう内からピョーン出てるんです。ペピョーン出てるんで。で、前奏もう舞台はちゃうかったんですけど、両馬場開催ということで多分テンション良かったんでしょうね。すいません、何番でしたっけすいません、リピート。10番ですね。はい。えー、10番の黄色ですね。こちらもね、確かスタート前奏良かったんですよね。えー、黄色棒。はい、そうですね。外のちょっと黄色棒、ピョーン出てます。これ、ピョンピョンピョン出てます。はい。で、まあまあ、高スタート決めて。 でまあ東京戦はちょっとやっぱ高ステージ形状的に話しちゃうんでただ直線向かってここもね、えー、結構ね外ずっと回っとったんでねちょっとやっぱ枠順がちょっと向いてなかった可能性もあるんですけどはい4個の松木3番ってちょっと外ずっと回らされての3番ってからですねはい。 まあ、後ろの馬もね、外から来てたんですけど、これやっぱ足溜まってたんでね、それ考えたらこの前目、さっき言った前目つけてね、この粘った4着いいと思いますで、残りね、400メートル過ぎたところら辺でね、結構1000トンも立ってたんで、うん、やっぱりどうしても1ロンこの、え、1400ですね、余計な1ハロはやっぱ邪魔やったなと、うん。これが中山線に、え、スタートで、抜群のスタート切て、 で下り坂利用してパーン行ってもらったら最後上り坂多少へばってでもね全然粘れると思います、うん、最後外から3つ差し切ったんですけど、うん、よく四着粘ったと思いましたこれ、うん、ほとんど着差ないコンマ三だったんで、うん、今回中山線に帰ってきたらオッケーでしょはい。で、えー、この舞台、えー、調べて出てきますわ多分今でもそうでしょう中山線に、えー、意外と意外、えー、左右違いがいいんかなと思って枠順 はいえー、調べても出てくると思いますが6枠いいみたいですねあなんでっていうこの、えー、根拠ないんですけど、はい、6枠だけ突出してますわ、うん、これ考えても OK かなとで、えー、一応もう一個だけおまけ最近ちょっと、えー、ね効き目切れてきてるんですけどね、えー、34年前まではねここですね湘南寒布山区これ結構前なら決闘やと思うんですけどねこれね34年前まで爆走しとったんですよ中山の12006年。1200 ちょっと最近忘れてるんですけどね、最近見てびっくりしました。ちょっと前までね、中山で出てたんですけど、ね、データ。1200万を走るのはいいんですけど。うん。数少ないデータでね、ここね、昔は中山ここ投資してたんですけど、最近ね、なぜか京都走るようになったんで、ちょっとハテナなんですけど、はい。以前までね、ちゃんと中山走れてました、この3個で、なんといってもね、唯一重賞で買ったのが湘南アチーブってことで。 はい。ええー、やっぱね、この時期、2014年、やっぱ13年、この時期ですね。うん。やっぱ4年、えー、3、4年前か。うん。やっぱその時期はね、湘南寒波やったんですね。えー、最近なんで来ないんかなって不思議なんですけど。はい。えー、まずですね、このアジアエクスプレス買った時の中山戦6、まだ、えー、フューチュリティステークスが中山で開催された。多分これ最後の年だったと思うんですけど。はい。ね、6番人気でなんと2着。これも6枠。まあこれマイルですけど、絡んでますね。 マイルですね。関係ないです。ごめんなさい。はい。2着。で、この後、この湘南カップタンクフロックじゃなくて、ちゃんとこの後ね、ニュージーランドルフィーちゃんと1着で買ってるんで、あ、この後やっぱ湘南カップらしいなぁと思ってたんですけど、この後全くパタッと叩いたので、ちょっとハテナなんですけど。うん。とりあえず湘南カップタンク今でも多分中山走ってくれると思いますわ。うん、そう似てる俺は。俺は信じてるで、ね。はい。で、えー、ここの調教師がですね、高橋さんでしたっけ高橋さんね、確かね、中山線にはね、 まあまあ、走ってくれたはずなんですよね。確か成績を、横、ああ、これじゃ見られへんのかなうん、見られへんか。見られへんね。多分、多分見られへんね。そしね、中山戦2で見れますかえっと、うんですね。ノですね。はい。中山確、確か、確か戦2で喋った確か、ここの、えー、とこ走ってくれたはずですわ。確か成績よかったか、よかったはず。はい。ここら辺結構、メイビーメイビー続いてますけど。はい。 で、えー、このまま、長距離も見たんですけど、えーっと、確か、えー、最終追い切りが、えー、前回のこの東京、四、えー、4着、粘った4着より良くなってました。えー、姉妹も12秒台の、えー、見本のハ路ロですけど、えー、姉妹12秒9ぐらい確か出てたはずなんで、えー、状態はいいと思ってます、うん。姉妹12秒台、2歳ではなかなか上出来の、姉妹使っとったんで、はい。 いいと思っててますよ、えー、今8.3倍人気出てますで、えで、ー、副賞もね、今なぜか人気出てます。あ、なんと、あ、やばいなこれ。えー、1時24分現在で一番人気の副賞出てます。うん。これはね、この時間、異常オッズと言われてますね、これ。異常オッズですよ、いわゆる。はい。これね、明日なったらね、明らかに一般投票、おじいちゃんおばあちゃんの投票入ったらね、人気落ちますわ。多分副賞2倍以上は、2倍。 2倍以上椅子が2倍ぐらい1.8以上はつくと思ってるんですけど。うん、この時点の1.3。しかも、キングドンドルマを抜いての1.3。これは異常をずっと捉えていいでしょう。はい。おそらく競馬通の方がもうこの世の中やったら買ってるはずなんで、よくありますね。えー、昔、えー、誰でしたっけあれ。えー、前も言うたな。喫下賞の、えー、東宝ジャッカルですね。なんか単勝えー、何,何百万か入りましたよみたいに言ってましたね。あの異常ず、うん、あれぐらい誰か、どことの金持ちのプロか買てますこれ間違いないですよこれ。 おかしいですもん。うん、こここごそ、惨敗して、ね、チャンスあるよって言いながらもね、この人気、副賞一番人気、絶対おかしい。100%おかしい。この出走表の過去のデータ見た瞬間ね、明らかに人気でのミントグリーンとキングドゥルドンドルマかかんだ見えてるんで、うん、これを差し置いての今、副賞一番人気はおかしい。誰が凍うてるんですかこれ。プロでしょ、これ。プロでしょ、これ。はい。 もう三着の椅子やったらあると思ってますわ。ミントグリーンとキングドンドルマでしょ、相手。うん。ね。アースジーニアス人気出ますけど、安中宮崎さんやし。うん。いやね、考えてもね、趣味のおさんとつむってる方でしょ、安中。それ考えても松岡さんやったらチャンスあるでしょ。デムちゃん、ルメちゃんもおらんし。うん。戸崎さんすらおらん。田辺さんすらおらん。大丈夫やろ、このアイデアやったら。頑張ってください。ちょっとなかなかと説明しましたが、明日に1.8倍から2倍ぐらいつくことをお見よりしてます。えー、もう3万円。 さっき交担で。はい。もう買いました。はい。10時45分ですか朝にもうチャーチャー言うてるんですかね私多分ね、今起きて多分のんびり寝てね、多分起きてね、あ、文字で座ってると思って見たら、チャー言うてるんでしょうね。多分4着とか、それか出遅れて再開とか。うん。あの、後悔しないようにスタートだけ決めてください。お願いします。それだけです。もう祈ってます。私は。はい。スタートさえ良かったらもう後悔しません。はい。出遅れただけやめて。出遅れただけやめてください。お願いします。 はい。長々とすいません。ということで、えー、2 4ユーチューバー r 券は、えー、ちょっと勝負ですね。軽い。宮城チーターでいきます。はい。長々とすいません。皆さんユーチューバー券二2-4。はい。明日の中山さんレース、10時45分発送らしいです。2歳未勝利しばせ200メートル。ちょっと、えー、昨日の鳩と違って、ちょっと、えー、ね、決定力ないんですけど、うん。えー、チーターいきましょう。 点決まればえー、ほんまにスタート抜群の時抜群なんで、はい出遅れだけないようにお願いします。はいスピード値えー、多分いいと思ってます。私は新聞見てないですけど新聞見ててください。誰かはい長距離もいいと思ってます。姉妹い十二秒台えー、使ったってなんか見えたんで、はい、えー、状態いいと思ってます。はい六角いいと思ってます。はい湘南カプサンクいいと思ってます。はい縮小三万円ブッチします。はいということで旗の次はねチーター。 チーター頑張ってチーター、えー、もう生き物でか、もう生き物で行こう次から。ハートをチーターで、次ね、次なんか考えとこう。あ、しんどあ、疲れた。はい。ということで、今回チーターさん頑張ってください。ということで、皆さんの YouTuber 由は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。